休業協力金詐欺、スナック経営者を逮捕。警察が愛知県の新型コロナウイルス感染症対策協力金を騙し取ろうとしたとして、愛知県名古屋市中川区にあるスナックヒーローの経営者、林健容疑者を逮捕いたしました。この林容疑者は愛知県の 休業協力要請期間中にスナックを営業していたにもかかわらず、すべて休業したと嘘をつき、協力金50万円を騙し取ろうとした詐欺未遂の疑いが持たれておりますが、林容疑者は警察の取り調べに対し間違いないと容疑を認めております。こういったコロナ関連の支援、 業界団体経由の支援の場合は、業界のチェックが入りますので、詐欺行為は未然に防がれているようでございますが、まあこういった直接申請をし、給付されるものについては、情報提供などがなければ、不正があったかどうか確認が難しいという問題があり、このような詐欺行為が相当 横行していいる可能性がございます国内の全ての自治体には、こういった様々なコロナ関連の支援について、支援を行った後も不正がなかったかどうか、調査を進めていただき、不正が確認された場合は、速やかに警察と協力し、 犯罪として立件していただくように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。